始まりました。ブックマちゃん、どうもあきにゃんです。どうもみんなの頃丸めめがりです。どうも中根すわまです。本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。読書好きを増やそう企画、読書の入り口として読みやすい定番の小説を紹介いたしますというコーナーでございます。はい、はい、今回は小学生、おやばいね、小学生の本アクニャンが紹介するってなんかちょっと哲学っぽい ね。でもちょっとそこ今疑問に思ってて、え、なんどうした、果たして小学生向けなのかっていうところも含めてちょっとお話ししていきたいと思います。ソーダオサムの僕らの7日間戦争です。ぶっきましょー、大好き大好き。2人は通ってたんだよね。通ってたよ。ちょっと知らなくて。そうだ、超ド定番なんでしょう。おっす、僕と駐在さんの700日戦争。なんで駐在さん違うの？なんで駐在さん？でも私も友達に聞いたらそっちは知ってるからこっち知らないんですよ。なんで？分断が起きてると思う多分。いや駐在いやいやいや。ここでなんか。私だってこれ大好きすぎてこれに魔法の要素足して小説書いてる。え、めっちゃあるじゃん。そうだよ。可愛い。え、二人ともちなみに読んだのは小学生。私は小学生。そうだね、四か五ぐらいだった。なんか初めて本読んで熱い気持ちになるって経験。うん、いやだからその小学生小学生って言うけど普通に面白くて、でそれがなんか小学生向けに作られたけど大人が読んでも面白いよねじゃなくて普通に大人に向けて作られてるというか、多分小学生の自分が読んだら理解できないんじゃないかなっていう箇所がやっぱ何箇所かあって、ブックマなんか最初にこう注釈的に言うとこれ1985年に作られた本だから、そんな古いんだ。価値観が若干そうだね、古いところがあって、ね、学校のクラスの男の子全員が夏休み初日から工場跡地に立てこもっちゃって、親がみんなこう説得しに来たり、教師が説得しに来たりするんだけど、子供たちは解放区、そう、うるせえとか言ってね、その土地から出てこないっていう立てこもるみたいなお話なんですけど、立てこもる理由の一個にやっぱ教師の体罰が嫌だみたいなのもあるわけ、まあ、勉強もしたくないとかもあるんだけど、もう体罰がもうレベチでやっぱ1985年の体罰だから殴るとかしつけるとかじゃなくて女子生徒の胸をつねるとかなんか全然ちょっと時代背景違うぞみたいなところがあって、そうだね、今思うとそうだね、今やったらもうとんでもないとんでもないことがね、普通になんか4個くらい書いてあって、あ、ちょっとレベルが違うなっていう、年代がちょっと違うなってのもありつつ、でもやっぱこう根本に流れるあの当時の何なんだろうね、こう大人に対するさ、鬱憤みたいな不満とか不安とかがあって立てこもるんだけど、でもこれが何の意味もなしてないっていうこともまあ若干分かってもいる子供たちみたいなと、基本的にまあ戦争って言ってるんだけど、まあ子供対大人なんだけど、結局まあ家族だったりするんだよね、そこの対象が。で親がめっちゃ今すぐ帰ってきなさいって言ってくるんだけど帰らねえよみたいなのを7日間やるっていう。ブックマ、お父さんとお母さんたちがあの学生運動とかをしてる時代で、もう結構前半その話ががっつり出るのね。そんなの覚えてなかったわ。そこで結構私は小学生の頃は難しいし、よく分かんないから、そうだから、しかもそこをあの分断してると思う。小学生が理解できない部分が急に入ってきてるなと。そう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 、でもそこの話を最初に持ってきてるからこその、そこと重なる部分があるじゃん、その、なるほどね、僕らがやることも、うんうん、っていうその熱さもあるし、これ主人公たち中学生じゃん、だから小学生からするとちょっとお兄さんお姉さんの話、はいはいはい、分かる分かる。だからやっぱかっこいいし、いい、ね、女の子たちもかわいい、かわいい、まあ、ちょっと恋愛っぽい雰囲気とかあるよね。あった、やっぱ憧れるよね、すごい。トランシーバーとかが、そう、分かりやすく、あれどうぞってやつ、ご飯作ったりしてね、いつの時代も好きじゃん、やっぱみんなでご飯缶詰食べたりとかね、あと迷路作ってさ、大人を追いかけたりとか、あ、最後の方ね、ロマンだよね、集まってた小学生のロマンだと思う。だから多分小学生の時読んでたらロマンで面白いねで終わってるんだけど、やっぱそのさ、学生運動みたいな絡んでくるから、そこをやっぱり理解できる年になると、そうだね、また面白いというか、結構ハードだね。結局この僕たちの家族もみんなやってたわけよ、当時若い時に。 その映像とか見たことあるし、大学で初めて知ったんだけどさ。私も大学授業で見た。この間映画見たのよ、ほんと。これの、そうそうそう、半年前ぐらいにようやく宮沢りえがやってたやつを見たので、その前にあの三島由紀夫の全教科のやつを見てて、なんかその後に見たから、ちょっとハードボイルドだなこれみたいな、こんな感じだったっけみたいな、でちょっとね焦っちゃった私は。え、そう、なんか日本ってなんかデモ少ないよねとかあんまやんないよねとか言うけど、当時の映像すごい、火炎瓶とかさ、なんか投げたりさ、今のさ若い子と全然ノリが違うっていうか、やっぱ熱かったんだなって、国に対するその思いとか、ね、世界をこうしたいみたいな気持ちがやっぱり今の人たちってないなっていうとは思っちゃうよね。悟り世代だから、なんか自分たちの手でなんとかできるんだって思ってないっていうか、どうせこのちっちゃい力じゃどうにもならないんだろうみたいな考えが根底にあるから、諦めの精神早いよね、だからこそ新鮮だろうね、今の小学生とかが言うの。ブックマ、
中学生だからこうただの反抗期ではなくて政治的思想を持った上でなんかやってる感じというか、そこになんか意思とか思想というか、ちゃんと持ってるんだよね。なぜ立てこもるのかとか、これによって何を親世代に訴えたいのかみたいなところを含んだ戦いだから、ただ反抗期で終わらないっていうところが良くて、でもなんか大人側もこれは反抗期じゃなくてやってることはテロリストですみたいな感じがあって、結構なんかどんどん罪がなんか重くなっていっちゃうんだよね。なんかテレビ記者が来たり新聞記者が来たりみたいな感じで、ただのみんなで立てこもってた話がなんかどん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 話が大きくなっちゃって、あとにこう帰れなくなってしまうみたいなところも読んでてこうハラハラするというか。そうだね。でも一方で14歳以下だから自分たちは罰せられないんだみたいなことを言ったりとか、なんか結構社会的な風刺が効いてるなっていう。確かに。ブックマ、このシリーズずっと続いてて、高校生になって高校を卒業するところも描いてるから、ずっと学校行ってんだ。もう何作も出てんねこれ。僕らの最終戦争があるのにまだそこからも続く。そうそうね。最終戦争してもまだ続くし、僕らの卒業旅行グランドツアーもあるのにまだ続くというこの。やべえ。でもこの量を読むの結構きついと思うんだよね。結構長いよね。勝手にもう短い話かなと思ってたから、解決ゾロリレベルを想像してたから。ゾロリ先生。でも私もなんか小学生の時にこんぐらいの量を初めて読んだのは山田雄介。うん。のスイッチを押すときっていう、知らない。え、小学生で山田雄介のほんと後半の方で読んで、それもやっぱなんかフォーマットは似てるんだよね。子供で協力して逃げるみたいな、そういうのが好きなんだろうな、やっぱ学生。いや好きだよ、今でも好きじゃない。好き。ブックマ、最近アニメ化もされてて、アニメ映画化、知らなかった。北村匠海くんが最近、それは舞台が高校生になってて、そうね、立てこもる、立てこもる理由とかもう全然違くて、それはそれでまあ面白いんだけど、やっぱさ、ジェンダー的に入るのかさ、やっぱ男女で立てこもるわけよ。あ、一緒にね。で、映画とかも割と男女でこうワイワイって感じ、これも結構男女分かれてるじゃん。そうだね。男は立てこもる、女は外からトランシーバーで連絡してくださいみたいな。女ってあれだよなみたいなもある。そう、女は入れないよみたいな。あるあるある。下りとかあるから結構時代によって変わってきてんだなって。確かに、そこは時代にやっぱり合わせないとダメだったんだね、アニメ化する上で。ブックマ、こっち私が作ったオマージュの話していい？魔法使いのみんな7人グループになってて、4人男で2人女なの。最後もう1人一番最強の魔法使いみたいなのを女の子入れて7人にしてたの。ちゃんと親世代に歯向かう話なの。そう、なんか学校の勉強が嫌だっていうのがまず一番大きくて、一緒ですよ。で、みんななんか家があんま幸せじゃないのよ。お母さんいなかったりとか、おばあちゃんにいじめられたりとか。この子たちはある聖地に行くと魔法を使えるようになるの。で、最初にその気づいたのがこのリーダーの男の子で、その子がこうお母さんと喧嘩して一人で入っていったら、お母さんなんか転べばいいのにみたいなことを言って、そこでじゃあ家帰ったらお母さん骨折してるみたいな、えっみたいなって、よくねこれみたいな。でその友達3人ぐらい連れてって、でなんかみんなお願い事を言うのよ。家帰ったらお菓子いっぱいにしときたいとか、なんかしたいみたいな。で家帰ったら全焼になってて、えっやばくねやばくねみたいなって、みんなでこうピャーって集まって行ってどうするかみたいな話を。えー、いいじゃん。そう、シリーズ3作品ぐらい、絵も自分で描いた。完結したの、それは。いや、やめたんだよ、途中で。あー、やっぱさ、まだやめてないでしょ、9歳でしょ。あ、そうか、これから ね、これからまた。それで出版するんでしょ。ブックマ、やっぱみんな好きだよ、これ。好きだよ、嫌いな人いないんじゃない、絶対。あの回読みたいもん、今心打たれるよ、ね。相田治の僕らの7日間戦争を紹介しました。え、知ってました？超有名ですよね。あ、知らない。あ、そうなの。通ってきてないですか？通りました。ほら、結構半々ぐらいなんだよ、これ。知ってる人と知らない人。ジーヤは知ってた、でも。あ、ジーヤは知ってんだ。